品紹介します。まずは出ました、牛タン塩焼き。これ次がね、カシューナッツとエビの炒め物、それからキムチ、お、初めて出ました、ポテトサラダ、それからキュウリとクラゲの、酢の物がね、それからこれは、アスパラガスかなの、炒め物、それにヨーグルト、それからキムチ、キムチじゃない、納豆、以上です。これを食べていきます。はい、いただきます。まずは牛タンから食べていきますね。厚切りが3枚入ってます。これカシューナッツの炒め物。あ、エビもプリプリ、いい味だね。ポテトサラダは今回6月2日からの隔離初めてのメニューですね、これね、いいです、アスパラガスも美味しい。はい、今日はこのおかずで食べていきます。Bye-bye.